富士古市線は、富山県富山市の稲荷町駅と、南富山駅とを結ぶ富山地方鉄道の鉄道路線。富士古市は、沿線に工場がある工作機械メーカーの名称である。現在の富士古市線の区間は、富山京弁鉄道の手によって開業したものである。富山京弁鉄道は、後の笹津線にあたる区間も開業させていた。 1914年12月6日に、富山駅笹津駅間 17.6km が開業した。しかし、国鉄高山本線の開業により、業績が悪化し、政府の保障を受けて1933年4月20日に、富山鉄道は解散、堀川新駅笹津駅間は廃止となった。残る富山駅堀川新駅間は、富山市街地の東口を走り、 沿線の工場からの貨物輸送や、富山県営鉄道との連絡線として好調であったことから新設の富南鉄道に譲渡された。1937年、富南鉄道は県東部の交通統合を睨んで設立された富山電気鉄道の参加に入り、1941年には正式に合併した。 1943年1月1日の交通大統合により、富山地方鉄道となり、旧富山県営鉄道線と合わせて、同社の立山線となった。全列車が各駅停車で、本線の電鉄富山駅から発着している。上滝線とは一体の路線として運用されており、富士越し、上滝線と呼称される。列車はすべて電鉄富山駅。 岩倉寺駅間運転の列車のみで途中駅を始発終着とする区間列車はない。なお、電鉄富山駅からは立山線経由の岩倉寺駅も発着しているため、列車の方向幕や電鉄富山駅の行き先案内板の尾行欄には立山線系統の岩倉寺駅は寺田経由、富士越、上滝線系統の岩倉寺駅には南富山経由と付加されている。 上滝線と同じく路線規格の都合から20メートル旧車体の1610型は入線できなかったが2011年12月23日からアルプスエキスプレスで同系が入線するようになった。秘伝家の電鉄と山駅稲荷町駅、堀川新駅間については引き続き、不難線として南と山駅等と区別することがあった。AB 日本のローカル施設から、猫パブリッシング、日本全国諸外社役員6、第23回、富山鉄道株式会社所属鉄道中堀川、審査さず関経営廃止に対する保障のため、交際発行に関する法律、関法1933年3月30日、軽便鉄道免許上下付、関法1913年3月10日、軽便鉄道運輸開始、 関東1914年12月14日、ABCDE 富山地方鉄道、写真で綴る富山地方鉄道50年の歩み、富山地方鉄道、1979年、182ページ。鉄道営業廃止許可、関東1933年3月16日、鉄道営業廃止、関東1933年5月4日4月12日、許可、 鉄道上都許可、官報1933年4月14日。AB 富山地方鉄道、富山地方鉄道50年市と山地方鉄道、1983年347ページ。富山地方鉄道、富山地方鉄道50年市と山地方鉄道、1983年330ページ。ABC 富山地方鉄道、 写真で綴る富山地方鉄道50年の歩み、富山地方鉄道、1979年、175ページ。AB 富山地方鉄道、写真で綴る富山地方鉄道50年の歩み、富山地方鉄道、1979年、176ページ。富山地方鉄道、写真で綴る富山地方鉄道50年の歩み、富山地方鉄道、1979年。 68ページ。富山地方鉄道、富士越線の新駅設置を、認可国交省日本経済新聞、2018年8月13日、鉄道線及び機動線上のナンバリング導入について、富山地方鉄道、2019年2月18日閲覧。栄町駅協会業富山地鉄バリアフリーに配慮。中日新聞。 https://www.chunichi.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュアーティクルスラッシュ富山スラッシュ20190316スラッシュ c k 2 0 1 9 0 3 1 6 0 2 0 0 2 4 0ドット html2019 年3月17日閲覧。富山地鉄が、駅、停留場ランバリングを導入、鉄道線は 機動戦は C の頭文字2から3月。レスポンス2019年3月16日へ閲覧。ありがとうございます。